聞きたいことがあるって？ミントさんが言ってた話？今の世界の状況についてだね。世界の国々ではホスチアをめぐって国同士の争いが起きてるの。もしかしてホスチアのことも忘れてしまったのかな？ホスチアというのはね、世界中でいろんなものに使われる現代のエネルギー資源だよ。マナは知ってる？世界樹が生み出す生命の源。マナは私たち生命の源とも言える力なんだけど、捉えどころのない非物質のものだから工業的なエネルギー源としては使えないの。でもホスチアは違うの。物質で地下から採掘ができて、エネルギーとして活用消費ができるのよ。ホスチアもマナと同じ性質を持っているの。世界樹が長い年月をかけてマナを結晶化させたものじゃないかって言われてる。本当のところはまだわからないらしいけど。で、さっきも言ったけど、今はそのホスチアをめぐって国同士の争いが起きてる。ホスチアがあるとされる小さな国や村は力のある大国にそれらを搾取されるがまま。ホスチアには土地に恵みを与えるマナを出す力があるの。取り尽くされてしまったら土地はみるみる荒れていくわ。作物なんか育たなくなってしまうのよ。ホスチアが世界の主要エネルギーに変わってから文明は急成長したというわ。でも多くの国はホスチアの採掘権をめぐって他国との関係は悪化の道をたどるばかり。それだけじゃないの。ホスチアを得て大量消費国となった国はホスチアのない他の国や村を植民地化したり労働を強いたりするんだよ。富める国と貧しい国の差は開く一方なの。アドリビトムはこれらによって貧富の差が拡大した貧しい土地の出身者ばかりなの。アンジュさんはみんなの故郷を危機的状況から救うためにアドリビトムを立ち上げたのよ。
そうそう、料理についてお教えしますね。料理はレシピを入手し、かつ料理に必要な食材があれば生産によって作ることができます。ただ料理を作ることができるのはダンジョンの中、しかもメニューを開くことができるタイミングだけです。こうしてできた料理を食べることによってパーティー全員には様々な効果をもたらします。例えば最大 HP や TP の増加、パラメーターの上昇など様々な効果があります。この効果はダンジョンにいる間継続します。ただしダンジョンから出たりパーティーが全滅してしまった場合は解除されます。ちなみに効果継続中にまた新しい料理を作って食べた場合、今までの効果は無効となります。その代わり新たに食べた料理の効果を得られるということです。ですのでダンジョン内の状況によって作る料理の献立を決めるといいと思いますよ。以上、僭越ながら説明させていただきました。
帰りなさい。お腹が空いたでしょう。食堂へどうぞ。シナモンロールが焼けていますよ。どうりでいい匂いがすると思った。で、おやつ食べに行こう。どうぞ。すごいいい匂い。うん、美味しい。お嬢様、ちゃんと食べる前にいただきますを言わないといけませんよ。あ、はい、いただきます。はい、食べ物には感謝をしてから食べなくてはですよ。クレア様、どうかしましたか？食欲がないようですが。ごめんなさい、故郷のヘーゼル村のことが気になって。ああ、でもベーグ様が頑張ってくれているじゃないですか。アドリビトムのみんなも。そうですね。ヘーゼル村の方々が無事に暮らせるよう、いろいろと陰から支えているんですよ。ヘーゼル村は今ウリズン帝国に占拠されていて、住民はホスチアの採掘労働を強いられているの。ホスチアがあるとされる小さな国や村は
力のある大国から搾取されるがままになってるって話を前にしたよね。クレアの故郷ヘーゼル村もそうなの。ヘーゼル村の大人たちは採掘だけを強いられるから、必要な物資や食料を自分たちで生産することができないの。だからベイグさん、クレアやアニーはここで物資を集めて送っているのよ。アドリビトムってギルドはここで間違いないかい？はい、何か依頼でしょうか？先日ルバーブ連山を村人全員が越えるのに協力してもらったペカン村のものさ。改めて礼を言わせてもらうよ。みんなを助けてくれてありがとう。ああ、ペカン村の方なのね。みんな新天地で落ち着けた？あなたと出会った時、あの山で私がやってた仕事だよ。ペカン村の人が安全に山越えできるようにしてたの、そこの人たちだよ。新しい村の設立はなんとかやってるわ。元の土地はウリゾン帝国にホスチアを取り尽くされて作物も育たないし、新しい土地でやっていくしかないもんね。で、今日は報酬の件で話があってさ。その単刀直入に言っちゃえば、お金がないってことなのよね。村の人々が新しい生活を始めるためにいろいろ資金が必要で、報酬の支払いをもう少し待ってもらえないかい？提案なんだけど、あなたこの天才を雇わない？ここって設備も良さそうだし、私の研究もはっかどりそう。私役に立つと思うわよ。で、働いて返しちゃうどう？待ちなよ。それは私も考えたけど、村のみんなをほっとくわけにも。大丈夫よ、この船ですぐに戻ることはできるから。それに世界中から物資を集められるし、ここのみんなもそうやってそれぞれの故郷を助けているから、あなたたちが持つ経験や特技での活躍を期待します。じゃ決まり。言ってみるもんね。ナナリ、ありがとう、リーダさん。そういうわけで、これから世話になるよ。よろしく。私はナナリー・フレッチ。火事と弓の使いならお手の物さ。はいはい、よろしく。私はハロルド・ベルセリオス、大天才科学者よ。ちょうどよかった。人手はもっと必要だと思ってたの。それじゃ、これから困った人々のためにしっかり働いてね。
お嬢様、町でスケッチブックを買っておきましたよ。そろそろなくなる頃でしたよね。うん、ありがとうロックス。じゃあ大事にしまっておかなくちゃ。はい、スケッチブックを買ってあげた時はいつもあの笑顔なんです。お嬢様が小さい頃に買ってあげた時と同じ。変わらないな。ええ、お嬢様が赤ん坊の時から一緒なんです。いろいろ事情があってお嬢様を引き取り育てています。僕に親の役が務まっているか、それにお嬢様をしっかり育てられているか不安ですけど、でもお嬢様を素敵なレディーに育ててあげなくては。あ、しまった。 F でも渡すんだった。すみません、お嬢様に F でを渡してきてくれませんか。いつもお嬢様は操舵室にいますから。僕はお鍋を見に行かないといけないので、それじゃあお願いしますね。私も知らない。私はこの風景がどこかにあるんじゃないかなって思ってるんだ。スケッチブックの白い紙を見てるとね、たまに見えてくるんだ、いろんな風景が。その見えた風景を筆でなぞってできたのがこれらの絵なの。どうしてだかはわからない、でも見えるんだ。他の人にも見せたけど誰もこの風景を知らない。それに作り話でしょって笑われちゃうの。うん、ありがとう。この船でさ、いろんなところを旅してこれらの風景に出会えたら、もし出会えたら、どうして私に知らない風景が見えるのか、その理由がわかるかもしれない。それにね、知らなきゃいけないって思いもあるんだ。見えた風景が綺麗なものだけじゃないの。怖い、この世の終わりみたいな風景も見えたから。ねえ、カノンノはどう思う？
近本当カイウスの考えてることがわからなくて、いろんな人がいるからそんなに深く考え込まなくても大丈夫な気もするけど、でも怖いじゃない、夜中にふと目が覚めたら部屋で無心になってブーメランを投げてる人がいるのよ。なんだよ、その話だったらちゃんと説明しただろ。理由なんてない、ただなんとなくそうしたい気分になっただけだ。ですって。そんなの余計怖くなるじゃない。なんでだよ、本当に理由はないんだからしょうがないだろ。なんとなく手に取るとそのままつい投げ続けちゃうんだよ。だったら投げた後に我に返って自分で自分に引くのやめなさいよね。もうほんとそういうところ子供なんだから。それとこれとは関係ないだろ。二人とも本当に仲がいいんだな。いつもの依頼をお願いします。故郷のヘーゼル村に物資を届けてもらいたいんです。ウェイグと一緒に行ってくれる人はいませんか？大丈夫よ、みんな協力してくれるわ。それよりそろそろ風が流行る時期じゃない？ヘーゼル村の人たちが心配ね。ええ、だから今回は薬をいっぱい届けてもらうつもりなんです。その依頼は受け付けておくね。はい、いつもありがとうございます。エミルはいいな、マルタと仲が良くて。それに比べて僕とイリアは。また喧嘩したの？どうしてイリアは僕に辛く当たるんだろう。僕本当はエミルとマルタみたいに部下。僕には詳しいことはわからないけど、きっとイリアだってルカと仲良くなりたいって思ってるよ。だって本当に嫌いな相手だったらきっとそもそも構ったりなんてしないだろうから。エミル、ルカちゃま、ちょっとこっちに来てくれませんこと？何イリア、どうして口が違うの？怖っ。いいから来るの。ルカのくせにつべこべ言わない。これでも本当に嫌われてないって思う？大丈夫だよ多分。ねえ、フィディアってスタン君のことが好きなの？アンジュさん、いきなり何を。私とスタンさんはそんなんじゃ。あら、そうなの？確かに私たちは聖職者だし恋愛はご法度だけど、人を好きになる気持ちって誰にも止められないものね。アンジュさんにも好きな人が？さあどうかな。私は一般的な事実を言っただけ。
とにかく後悔だけはしないようにね。今っていう時間はもう二度と戻ってこないんだから。添い遂げることだけが愛情ではないと思います。それが私の答え。どうしたの？ずいぶん深いため息だけど、何かあったの？あ、ううん。ほら、この船っていろんな人が乗ってるでしょ。だから周りを見てて改めて思ったんだけど、僕って友達少ないなって。苦手なんだよね、友達作るの。わかるよ。僕だって初めてできた友達がマルタで、それまでは人も魔物になら結構友達はいるんだけどさ。え、エミルって魔物の友達がいるの？あ、うん、友達っていうか仲間みたいなものかな。そんなの聞いたことないよ。でも怖くないの？いや、最初はちょっと怖かったけど、でも最初だけだよ。みんないいやつばっかりなんだ。そっか、人間と変わらないんだね。うん、それに少なくても友達は友達だよ。そうだね、数じゃないんだよね。そうだよ。なんかエミルと話してると落ち着くな。僕もルカと話してるの楽しいよ。心理。そこでヘイゼル村の人と接触し、必要な物資を届けることが仕事よ。同行者はレイグ君、ミント、それからシング君。ヘイゼル村は今ビルズン帝国によりホスチアの採取と採掘の労働を強いられているの。だから畑仕事や狩りもできないみたいで、こんな形でしか助けられないのだけれど、ヘイゼル村の人はレイグ君が知っているから。それじゃお願いね。
ズン帝国の奴らどれだけホスチアを奪い取るつもりなんだ。そういえばシングさんの故郷もでしたね。あいつら突然村に押しかけてきたんだ。村を封鎖した上にホスチアを取り尽くすまで男の人はみんな働かされて、残された女の人や子供だけじゃ狩りができないから食べ物も足りなくなったんだ。ホスチアを失った土地は痩せ衰えて、森からは動物がいなくなったよ。俺の村で有名だった果物もさっぱり取れなくなってしまったし、ヘーゼル村も同じ運命をたどるということか。そういう意味で言ったんじゃ。分かっている。行くぞ。仲間が先で待っている。よし、ガンドコ行こう。ガンドコですか？うん、ガンガンどこまでもでガンドコさ。ベイグさん、ヘーゼル村というのは本来どういった雰囲気の村なのですか？資源豊かで小さいが暖かな村だ。近くの清流から水を引いているため、家庭料理はどこのものもうまい。素材の味が締まり引き立つ。へえ、美味しそうだな。ねえ、何か名物料理みたいなものってあるの？名物？そうだな、クレアさんから聞いたことがあります。ベイグさんはヘーゼル村のピーチパイに目がないそうですね。ピーチパイは別に名物料理じゃない。近所の馴染みのおばさんが親切で持ってきてくれているだけだ。ベイグのためにわざわざピーチパイを作ってくれるおばさんがいるの？すごいや、マダムキラーなんだね、ベイグ。違う。ねえベイグ、聞いていいかな？なんだ？ヘーゼル村を支配している帝国の使者はどんなやつなの？俺の故郷に来たのはものすごい悪いやつでさ、村一番の力自慢がかかって言っても汗一つかかずにあっさりと倒してしまうくらい強い騎士だったんだ。紫色の髪の変な喋り方をするやつだったけど、まさかそれか？じゃあヘーゼル村には今俺の村と同じやつが来てるってこと？サレという騎士の悪行は有名です。彼は嵐を起こす力を持っていて、命令に従わない村をいくつも破壊しているとか。俺の村も初めはホスチアを取られないように抵抗したけど、土地も村の人も犠牲になるからおとなしく従うしかなかったんだ。クソ、俺にもっと力があれば村のみんなもホスチアも守ることができたのに。考えてみたらさ、3人でこうやって仕事をするのって初めてだよね。そういえばそうですね。同行者の選定はアンジュさんが適性を見て毎回判断されていますから。適性か、なるほどね。俺がにぎやかし担当、ミントが癒し系担当、ベイグがムッツリ系担当ってことだね。シングさん、それはちょっとムッツリではなく、せめてだんまりと。それはフォローのつもりなのか？
戦闘開始。初めから見えていた。戦闘開始。残念、この道は外れなんだよ。外れ。こううるさいお供の目の届かないところに引っ張り出すのは苦労したよ。さあ、僕と来てくれるかな。ガルバンゾ国王女エステリーゼ様、君さえ来てくれればガルバンゾ国が保有する多大なホスチアも帝国のものだ。わかるよね。近々君の国とは戦争になる。でも君が人質になってガルバンゾ国のホスチアを渡してもらえれば、多くの人は血を流さずに済む。ガルバンゾ国民の命は今君の手の中にある。どう、命って思うのかな。サレだ。ねえ、あの女の人が危ないよ。ガルバンゾ国の王女と聞こえましたが、なぜここに。わからない。ホスチア狙いのことは間違いないだろう。なんてやつだ。助けよう二人とも。皆さん、正面から行くのは危険ですよ。引け。やあベイブ、お久しぶり。君のことはよく覚えているよ。僕に歯向かい村を捨てて逃げたドブネズミ君。逃げなければ僕のおもちゃになれていたのにな。残念だ。でも再会できて嬉しいよ。ここで君をズタズタにもてあそんでやれるんだもの。僕に君を向け傷をつけたものなんて君が初めてだからね。その必死な目、もっといじめてあげるよ。ウィンデイツ、どうか楽には殺さないよ。ウィンデイツ、俺はウィンデイツ、ウィンデイツ、ウィンデイツ、俺はウィンドウ。